今回はスパイスカレーのプレートを作っていくぞ。それは楽しみだな。メインがチキンジャルフレジ、その他7種類の付け合わせを作るぞ。まずはキャベツのトーレン、サラダ油を熱してマスタードシードを炒める。いい香りがしてきたらキャベツを入れて炒める。次に塩とカレーリーフを入れてさらに炒める。ここでターメリックパウダーを入れるのね。よく炒めたら最後にココナッツパウダーを入れて仕上げるぞ。これでキャベツのトーレンの出来上がりだね。次にスパイシーゆで卵を作っていくぞ。サラダ油を熱してターメリックパウダーを炒める。そこにゆで卵を投入して炒めていく。色が変わってきた。そろそろ完成だ。次はミックス野菜のサブジを作っていく。サラダ油を熱してクミンシードを炒める。いい香りがしてきたら小さく刻んだ野菜を入れる。野菜は好きなものを使おう。次にニンニクと生姜のみじん切りとスパイスを入れるのね。そして最後に水を少し加えて水が飛ぶまでしっかり炒める。これで出来上がりだね。いよいよメインのチキンジャルフレジを作るぞ。一口大に切った鶏もも肉とスパイスや塩をマリネしてしばらく寝かせておく。そして油とクミンシードを熱したフライパンで炒めていく。もうスパイスのいい香りがしてきたよ。鶏肉の色が変わってきたら玉ねぎとピーマンを入れてさらに炒める。ピーマンがしんなりしてきたらトマトを入れるぞ。トマトに火が入ったら次はお水ね。最後にパクチーを入れて汁気がなくなるまで煮込めば出来上がりだ。わあ、おいしそう。さあ完成だ。付け合わせは左からキャベツのトーレン、ミックス野菜のサブジ、生ハムと菜の花の和え物、鶏皮煮込み、玉ねぎのアチャール、スパイシーゆで卵、真ん中にサニーレタスだ。よかったらいいねとチャンネル登録お願いします。